ロシアにおけるイスラーム、ロシア国内に居住するムスリムの人口は、総人口の15から20%、アメリカ合衆国国務省推計から約6%、世論調査機関ベッツムの2006年調査と推計される。ムスリムの人口増加率は、ロシア人のものよりも高いため、21世紀半ばには、ロシアの人口の3分の1がムスリムになるという推計も存在する。 現在のロシアにおけるムスリム人口の大半は、北カフカースのアディゲ人、バルカル人、ノガイ人、チェチェン人、チェルケス人、イングーシュ人、カバルダ人、カラチャイ人、ダゲスタンの諸民族や、ボルガカワナカ流域のタタール人、バシキール人で占められる。ロシアにおけるムスリムの大半はスンナ派に属し、シーア派に属するアゼリー人やスーフィズムの影響が強い。 チェチェン人のような存在は例外的である。8世紀に北カフカースがアラブ人に征服され、現在のダゲスタンの住民がイスラームに改宗したのが今日、ロシア領となっている地域にイスラームがもたらされた最初の事例である。10世紀にはボルガ川中流域にムスリム国家ボルガブルガール国が建国され、多くのトュルク系住民がイスラームを授与した。 キエフルーシも、ボルガブルガール国からのイスラームの宣教を受ける立場にあったが、東、スラブ人は、キリスト教を授業し、イスラーム化することはなかった。ロシア国家が、ムスリム住民を奉願するようになるのは、16世紀の、ボルガ川中流域の征服に始まる。1552年には、カザン半国。1556年には、ボルガ川下流域のアストラハン半国。 1739年にはクリミア半国がロシア帝国に征服された。16世紀にはシビル半国が征服され、その後のロシア帝国のシベリア進出のきっかけとなった。18から19世紀には北カフカース、アゼルバイジャン、および中央アジアもロシア帝国に征服される。政教を国教とするロシア帝国において、ムスリムは法的に キリスト教徒と異なる扱いを受け、土地所有や軍役に対しても制約が設けられた。また特に軍部においては、ムスリム社会だけでなく、遺族人と呼ばれた、フィンケアニミズム教徒に対して、イスラームの宗教者はロシア正教会聖職者よりも強い影響力を持っていたため、ムスリムの反乱やオスマン帝国からの影響の浸透を恐れて、イスラームは内務当局から強く警戒された。 ボルガ川中流域等の早くからロシア領となったヨーロッパロシア部ではロシア正教会による選挙が精力的に進められクリアシェインと呼ばれるジュセンとタール人となるものも少なくなかった一方で啓蒙先生君主のエカチェリーナ2世の治世においては例外的にイスラームに対する寛容政策が取られ内務省の管轄下で ウラマーソーを管理する公的機関として、オレンブルクに、オレンブルクムスリム州務局、シンフェロッポリに、タブリダムスリム州務局が設置された。19世紀半ばのロシアによる中央アジア征服後、タタール人商人は、ヨーロッパロシアと、中央アジアとの交易ルートに食い込んだため、中継地であるカザン、ウファ、オレンブルク等の都市は、資本集積地として栄えた。また、 多くのロシア国内のムスリムが当時の中央アジアにおけるイスラーム諸学の中心地であったブハラに留学した。19世紀末にはムスリム知識人の間で近代的教育の普及を目指す改革運動、ジャディード運動が発生し多くの民族エリートを排出した。ロシア第一革命の際にはロシア国内のムスリムの利害を代表する政党として ロシアムスリム連盟が結成され、国会にも大議員を送り込んだ。1917年のロシア10月革命では、その後の内戦の混乱に乗じて、ボルガ川中流域、カフカース、クリミア、中央アジア等で、独立運動が発生したが、その後のソビエト政権の権力掌握に伴い、こうした運動は全て鎮圧された。ソビエト体制下では、 他の宗教と同様にイスラームに対しても抑圧政策が取られた。このような抑圧のため、祖国から脱出したムスリムも多くおり、その一部は日本に逃れてきた。彼らは日本にイスラム教を持ち込んだ最初期の人々であり、日本人はこの時、初めてイスラム教と直に接する機会を得たとされる。第二次世界大戦中に、 中央アジア出身者の動員を効果的に進めるため、イスラームに対する政府の政策は緩められ、ムスリム州務局の再設置が行われた。今日のロシア政府は、1980年代のアフガニスタンやイランに象徴されるイスラーム勢力の政治的対等を警戒している。1990年には北カフカースのチェチェン共和国が独立宣言を行い、 軍事的鎮圧のために、ロシア政府は多くの負担を強いられた第一次チェチェン紛争、第二次チェチェン紛争。また、1990年代後半以降、ロシア高層アパート連続爆破事件や、モスクワ劇場選挙事件等のテロ事件は多発し、ロシア政府はこれらのテロ事件をイスラーム過激派による犯行とみなしている。ソ連崩壊後の現在、 周辺の旧ソ連諸国からこうした過激なイスラーム勢力が浸透することを危惧するロシア政府は中央アジア諸国の権威主義的指導者への支援や上海協力機構の設立等を通して政治的なイスラーム勢力の拡大を抑止しようと努めている。一方で1990年代以降イスラームの復興を目指す動きも見られる。ソ連崩壊後、 メッカへの巡礼者数は急増しており、2006年にはロシアから1万8000名の巡礼者がサウジアラビアに向かった。コーランの出版やモスクの建設も盛んである。1991年にモスクワに開設されたロシアイスラーム文化センターはマドラサ高等学院の運営も行っている。また、火山にはロシア語と タタール語で授業を行うロシアイスラーム大学が設立されている。ダゲスタン共和国の首都マハチカラではカフカースの声、イスラーム放置といった雑誌やイスラーム日報のような新聞がロシア語で出版されている。イスラームの復興が図られる中でモスクの建設等をめぐり周辺のロシア人住民とのトラブルが発生することも少なくない。ロシア社会の中で ムムスリムの権利向上を目指す動きも見られるカタールスタンのイマーム同士であるハティブ・ムカデスを指導者として1995年に設立されたロシアムスリム連盟は民族間の相互理解ロシア人のイスラームに対する偏見の除去を目指して活動しているロシアムスリム連盟は第一次世界大戦前に国会にも議席を有していた同盟の組織の後継組織を 自任している。ヌール、全ロシアムスリム公共運動は、イスラームの宗教者を支持基盤とし、ムスリムの政治的、経済的、文化的権利を擁護するための政党である。また、イスラームの宗教者を統括する組織として、ムスリム州務局が設置されている。ソビエト時代には、ムスリムの宗教活動を監督する機関として四つの州務局が設立されたが、 そのうち、二つが現在のロシアに設置されていた。一つは、ヨーロッパ、ロシアとシベリアを、もう一つは、北、カフカースを管轄している。1992年には、北カフカースの州務局から、いくつかの組織が脱退し、独自の州務局を設立する動きを見せた。また、タタールスタンとバシコルトスタンも、独自の州務局を設立すると、各地域の独自の動きも見られる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。